はいどうもカパ園長です。じゃあ今度はね、スシローさんとか回転寿司屋さんたちだけじゃなくてね、もうココイチさんとかね、他にまあ昨日もお伝えしたこのスケさんうどんさんとかね、いやでもかなり対応早いですよね。スケさんうどんはね、もう速攻でこうしてこうしてこうしてってことで、まあお客さんにね、もう安心して食べに来てもらえるようにっていう手を打っていくんですよね。でもうほぼほぼこっちはこっちで、そのふざけた真似してくれたやつ、あのなんだっけ、天かすとろろ昆布、これはなんか個別包装したものになんかこう差し替えるらしくて、そしたらなんかね、もうこれ以上変ないたずらするやつが出てこなければいいですけどもね、こういうのっていたちごっこだったりするんでしょうかね。なんかもう特定済みらしくて、対処していくみたいですよね。スシローさんとこみたいに。もうガンガンガッツリ締め上げてやればいいと思うんですけども、あとこのココイチ、そう。だから調べれば調べるほど、もう昔から、昔からっていうほどじゃないですけど、こうやって、誰でもこのスマホでね、ちゃちゃっと撮影して、なんかその動画投稿サイトね、TikTok でもインスタでも Twitter でも何でもいいんですけども、何かしらのこの SNS にパパッとこの上げられるっていう、そういうのが誰でもできるようになってから、特に実際にはもっと変なやつはもう昔からいたと思うんですけども、こうやってね、人騒がせな迷惑行為、犯罪だよね、やっぱりね、犯罪者はやっぱりもうあちこちでいたらしいですよね。で、しかもね、すげえやつ出てくるんですよ。コンビニで、店内でね、もちろん会計済ませてない、会計済ませててもダメですけど、コンビニでこういうコーナー あったか、ジッポオイルあるじゃないですか、このライター、ね、オイルライター、ジッポってあるじゃないですか、あれにこのオイル補充するオイルありますよね。あれを開けて、チュー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 とかやって、なんかこのチャッカマンみたいなやつで火放つ、そういうふざけた、いやもうこれ放火だよ、放火、普通に放火してるんですよ。でそれをね、一緒にいたこの友達かなんかが、これ多分ツイッターに上がってんじゃねえかな、撮影してね、面白がってやってんですよ。はあ、もう頭おかしいどころじゃないっすよね。いやもうこんなもん現行犯逮捕で即ぶち込んでもらいたいね。堅苦しい言い方すると、建造物等放火罪とか、かなりの重罪ですよね。ね、昔から言うじゃないですか、強盗殺人放火っつったらもう即極刑でしょ。いやもうガキだろうがね、いや実際そんな建物全焼したわけじゃないんだからいいじゃないですか、そんなもんじゃねえよ。いや頭おかしいところじゃねえな、何考えてんだかさっぱり意味が分かんない。こういう気違いはもう外に出してほしくないっすね。で一番意味が分かんないのが、なんかもうこれファミマのこのバイトのね、この女子高生の女の子たちのなんかそういういたずら動画投稿らしいんですけども、ね、なんかこのおもらしバイトテロみたいなことが書かれてるんですよ。何それ、もう世の中おかしくなってんな。え、これ僕の感覚が古いんですかね。そんなことないっすよね。こいつ漏らしましたっつって、ファミマのなんか女性店員アルバイトくんね、おもらしバイトテロ、なんかトイレの鏡にこうくちゃくちゃ噛んでたガムビーとかやったりとか、なんかこう店長とか責任者がいない間にこれなんか撮影者と、ね、やらかしている風の役、要は撮影者と演者と女性2人組らしいんですけども、普通にお客さんいるんですよ、店内に。本人たちは悪ふざけの延長のつもりらしいんですけども、何考えてるんですかね。なんか仕事しててつまんねえからこうね、変なことしてなんか暇つぶしのつもりなのかなもう仕事辞めちまえよ。これだってバイト時給8000円してるんでしょ。ね、給料渡す代わりになんか損害賠償請求してやれよ。意味がわかんねえよ。なんだこれもバイトの店舗とかもうなんか特定されちゃってるんですよね。当たり前だろ。なんか後先考えられねえ、なんかこうトンチンカンなポンコツが随分増えてるな。もともと日本ってこんなもんだったっけ。いや
僕なんか偉そうにね、なんかこう説教臭く垂れね、このなんかこうブータレラあれじゃないのは分かってますけども、いくらなんで、いやだってもうこんなの学校の成績とか関係ないじゃん、人としてどうなんだよっていうところじゃないですかね。もう人に迷惑かけないとかさ、ね、それ言われてやられて自分が その立場だったらどう思うんだよとかさ、そういうのが考えられないやつがこんなにも増えてんだ。頭おかしいところじゃねえな。危なくてしょうがないよね。うん、でこのじゃあ例えば、うん、そうだな、スケさんうどん迷惑行為のこの対策を発表されまして、これね、やっぱりこのこういうね、ふざけたやつらのせいでさ、やっぱりこの客足遠のいちゃうじゃん。実際僕もあの昨日のこのね、スケさんうどんさんのこの動画ね、そのコメントにも定期的に言ってたのに残念です、ちょっと行きにくくなりました。だからこれはあのスシローさんね、回転寿司、定期的に言ってた方のコメントにもすげえそういうのたくさんありました。今後はちょっと回転寿司しばらくの間は、最低でもしばらくの間は控えさせてもらおうかなとか、やっぱそうなっちゃいますよね。別になんかそのお店を責めるつもりはないですよ。でもなんか疑い出したらキリないじゃないですかね、この頭おかしいやついつ湧いて出てくるのか、そこら中にいるんだろうし、氷山の一角なの誰が見たってわかるしね。だまあ徹底的にこう排除しても、だってこのお店はお店でさね、このコロナ対策でもね、このなんか出費がかさんで、ね、まだまだ大変でっていうところなのに、こんなペロリスト対策とかもやってらんないだろうね。うん、でまあこのスケさんうどんさんのはね、ほら男性客はさ、この共用のスプーンを使ってこの天かすを、まあ、直接口にね運んで食っちゃってたっていう、そういう内容だったじゃないですか。でこれに対してスケさんうどんさんは、公式サイトにて、迷惑行為について、店舗における迷惑行為の動画が拡散されていることが判明しましたと。このような行為はいつもスケさんうどんご愛顧いただいているお客様に対して動画を見ることで大変不快な思いを与えるとともに、安心してお食事をお楽しみいただく環境を脅かす行為であると重く受け止めておりますと。本件につきましては、当該事象発生店舗においてすでに消毒は実施し、安心してお食事いただける環境を整えておりますと。まあ、当該行為実施者につきましては、すでに警察に相談を実施し、引き続き毅然とした対処をしてまいる所存でございますと。これもう、訴えてもらいたいですよね。うん。完全に社会的に抹殺してもらいたいわ。こういうやからはね。うん。で、今度ココイチ。ココイチでもね、こんなことやってたやついるんですよ。なんかね、男性客がテーブルに備え付けのこの福神漬けを直接食べる。まあ、この画ちょっと見にくいんですけどね、これがそうなんですよね。うん、これなんか TikTok に掲載された映像、うん、もうつい昨日おとといの話ですよ。今年の2月の1日2日に拡散してるらしくて、でなんかね2日の Twitter のトレンドにココイチが入ったりしてたらしくて、こいつはこいつでまた随分ふざけたことしてるよね。うん、でまあこれなんかもうすでに解決済みっていうことらしいんですけど、どういう意味で解決済みなのかなって見たら、まあ、なんか当然一瞬でもう人物特定して、でまあこのふざけたもねし腐ったね、この野郎が謝罪をして、ココイチ側に、でココイチはスシローさんとは違ってこの謝罪を受け入れたらしいんですよ。まあそれでココイチさんに文句言う筋じゃないんでね、うん、あれなんですけど、これは見せしめにね、うん、吊るし上げてもらいたかったなとは個人的には思いますけどね。まあこれはココイチさんの判断なんで、どうもこうもないんですけども、まあそれよりは、ね、他の側の利用するこのお客様へのこの不安とか心配とかを払拭する方に、まあなんか、うん、全力で取り組んでくるらしいですよ、ココイチさんは。ただ再発防止っていうことも考えたらね、だって飲食業ね、飲食業のみならず、ね、このサービス業全体の、ね、危機的状況になってしまうかもしれない、一部なり始めている、うん、そういう状況だから結構がっつり行くべきだったんじゃないのかなって思うんですけどもね、うん、だってもういたずらで済んでないじゃん、客ガラガラになるんですよ。でしまいにはコンビニで放火コンビニでおもらし、何なんだこいつらは。え、
どうなんだろうね、この放火いや放火が重罪知らなかったとしてもさ、ねえ、自分家のもんじゃないわけだよね、売り物だよね、そもそもが、ね、それこのなんか油まいて火放つって全然わけわかんなくないですか。いや、もう迷惑行為じゃなくてもう即犯罪でしょ。うん、厳罰だよ、厳罰、一発実刑だよ。いやー、ここまで日本のなんていうのかな、日本社会っていうか、この民度っていうか、あんま民度っていう言い方嫌なんですけども、変なやつ増えすぎですよね。もともと変なやつが隠れてただけでバレてなかっただけなのか、なんだか分かりませんけども、なんなんだよこの人、おしっこ漏らしてレジ前に立つ店員女子高生とか、何のギャグだよこれ、冗談でも何でもねえよな。うん、なんかこうコンビニはコンビニで大変だな、こんな気違いね、やっぱり人手不足でって、やっぱりそう、なんかそういう事情もあんのか、てかこんなことしてるとは思わないだろうね、確かめようがねえじゃん。でも確かめようがないけど、わざわざてめえで拡散してこうやってね、さらしてくれるんだから、容赦なくなんかこれも追及かけてもらいたいよね。うん、ほんとなんかお店ね、お客さん商売ね、お店やられてる方はほんと大変ですよね。もうコロナ対策でなかなかしんどかった、ようやくこっからね、その分なんかもう取り返しに行こうっつったら、今度はこれかよ。うん、いやもうなんかね、別にココイチさん責めるつもりは全然ないですけどもね、なんか下手になんか中途半端に和解とかね、じゃなくてもうがっつり行っちゃってほしいですね。もう社会全体でこういうなんか変な頭おかしいやつはどん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 潰していく流れを作りたいですね。うん、何なんだよな本当な、うん、これ例えばさね、お店にいたこのそのふざけたまねし腐ったやつらと、そのなんていうのかな、同席じゃないけど同じ空間ね、知り合いでも何でもないからあれですよ、同じテーブルじゃないですけど、その同じ時間同じ店舗にいた別なお客さんとかがそれをこう見て、その人が個人的に訴えるってことは、そういう訴えは成り立たないか、なんか迷惑行為、ね、楽しい時間を、ね、台無しにしてくれたみたいな、あんまりこういう言い方したくないけど、この精神的苦痛みたいなさ、お店側がなんか分かんない、なんかいろいろこの後先考えたらココイチさんみたいにね、その場でなんか訴訟沙汰っていう方向にはいかないっていう判断をしちゃうかもしれないから、なんかこの全然別の普通にお金飯食ってお金払ってっていう、この楽しみにしていた普通のお客さんが、この舐めたまねし腐ってるアホ野郎どもをね、締め上げていく方向にっていうのは、これはできないのか、できないか、自分のお店じゃないからダメか、なんかもうがっつり吊るし上げて締め上げたいですよね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。